ここで私と踊らなきゃいけないんだもんね。ちょっと照れるね、これ。いつも自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。私は大丈夫。ほら、リズムをとって。そう、1、2、1、2。月のペンダントも光ってる。あ、影に人が。ああ、愛しい人よ。ようやくあなたに会えた。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで私はまた最愛の妹と巡り合うことができた。兄様の胸に再び抱かれる日が来るなんて、あなたたちには感謝の言葉もありません。これからはずっと一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かれることはない。兄様。行っちゃったね。私たちに持っててほしいんだと思うよ。
そうだよ、気づかなかった？兄弟が愛し合ったらおかしいって思う？そういうことありえるかもって考えたことない？じゃあもし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私、知ってるんだよ、本当のこと。お兄ちゃんと私が、本当は血がつながっていないって。事件が起きてから少し経った時にお父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんが本当はお母さんのお姉さんの子供だって。それを聞いたとき、私、すごく混乱しちゃって。お母さんにも、ひどいこといっぱい言っちゃった。頭ぐちゃぐちゃだったけど、一番気になって不安だったのは、お兄ちゃんの気持ち。お兄ちゃんはずっと前から私が本当の妹じゃないって知ってたんだよね。じゃあお兄ちゃんにとって私は何だったんだろう。それが分かんなくなっちゃって。まるでお兄ちゃんの妹だったことが嘘になっちゃった気がしてた。うん、そんなことはないって思いたかった。でもそのことを聞きたくても、お兄ちゃんは SAO に行ったまま、もう話すこともできなくて。だから、私ここまで来たの。霧ヶ谷和人と、霧ヶ谷すぐはが、一体どんな関係なのか、それを見つけたくて。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげで、いろいろ見つけることができたよ。血がつながっていなくても、やっぱりお兄ちゃんは、私のお兄ちゃんだってこと。もう一つ見つけたの。
ントはずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど、見ないようにしてたんだ。でも、その気持ちを見つけちゃった今はね、血がつながってなかったことがちょっとだけ嬉しい。だって、それってどっちにもなれるってことだよね。お兄ちゃんの妹にも、それ以上にも。私の気持ちも、あの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても、絶対に追いかけるから。SAO の中だって、どこだって。だから、これからもよろしくね、お兄ちゃん。なんだ？
待ってなさいよ、ハム。